久しぶりに外が暑くって倉庫の中も結構暑いです。いつもスクワットジャンプやってるんですけど、今日は膝を高く上げるスクワットジャンプやります。とりあえず30秒走れなかったりするときは足のトレーニングはやっぱりジャンプ系のトレーニングがとても有効だと思います。スクワットでもいいんですけど、スクワットだとやっぱり使う筋肉が限られるんで、できるだけダイナミックな運動をやりましょう。でもう一回やります。一回止めます。